つなぐデザインの根津です。ヒューマノイドデザインについてご説明させていただきたいと思います。まずは簡単に自己紹介なんですけれども、私はトヨタ自動車で、車のデザインですとか、あるいは企画、それからコンセプトプランニングといったお仕事をやっていました。その時の代表作は今ここにもあります、愛・地球博に出展したアイユニットという車ですね。でその後独立しまして、今はこうした乗り物ですね、これは三輪の自動車なんですけれども、こういった乗り物ですとか、あるいはさまざまな、プロダクトのデザインを担当させていただいております。でこちらは今回と同様に、このヒューマノイドと同様にですね、 ZMP さんと協業させていただいたロボカーというもののデザインなんですが、こちらも、担当させていただきました。今回はですね、ヒューマノイドのデザインをするにあたって学生さんとの、協業というのが大きな一つの、テーマだったんですけれども、その学生さん の, なんかアイデアのいくつかをご紹介させていただきたいと思います。こちらはデザインの提案なんですが、非常にユニークなフェイスカバーの提案です。なかなかこういった、デザインというのはやらないんじゃないかなと思って、刺激を受けました。それから、人間とペアで授業をしてくれるロボットというアイデアですね。こちらは形ももちろんなんですが、使われ方のデザイン、使われ方の、提案ということで、これも非常に、興味深い提案だというふうに思いました。そしてこれはですね、車のような艶やかな面ということで、ロボットどうしても、円柱ですとか四角をつなぎ合わせたようなデザインになりがちなんですけれども、そうではなくて、こうした連続性のある、曲面ですとか、そういったことをロボットに取り込んでいくということで、私は車のデザイナーでもあるので、この辺もチャレンジしてみたいテーマだというふうに考えました。デザインプロセスのご紹介です。まずそのデザインということについてなんですけれども、デザインは英語で書くと DESIGN ですね。これはデとサインに分かれまして、形になすということだと理解しております。でこれがどういうことかと言いますと、例えば、コアの部分に、技術あるいは機能といったことがあったときに、それをですねぐるりと形に囲ってあげてですね、周りにいる人たちにきちんとした意味のあるものとして、提供していく、そういったことがデザインの仕事だというふうに考えています。すなわちデザインというのは、中にある技術や機能をくるんで人とのコミュニケーションというものを成り立たせるためのものというふうに考えています。ですので今回はヒューマノイドと人の間にどのようなコミュニケーションを設定するのかといったのが大きなテーマになりました。ヒューマノイドと人間の間にどのようなコミュニケーションを設定するのかということなんですけれども、今回はヒューマノイドに与えるデザインテーマとしていろいろ具体的なテーマを考えました。でまず考えたのが妖精というちょっと変わったテーマなんですけれども、例えば守ってあげたくなるような存在ということなんですね。でこれはヒューマノイドというのはいろいろ強いヒューマノイド、あるいは可愛らしいヒューマノイド、いろいろ考えられると思うんですけれども、この場合は未熟さですとかあどけなさといったことにフォーカスして、そういったところを前面に押し出すと、そういうことによって人間との間にどういうコミュニケーションが生まれるのかなということを考えてみました。それからもう一つ妖精とロボットの共通性なんですけれども、人に非常に近いんだけれども人ではないといったような存在なんですね。そこも非常にヒューマノイド的ロボット的なテーマですので面白いというふうに考えて進めています。でこれが最初に書いたスケッチなんですが、あどけなさですとか、そういう、ところをテーマにして書いています。未熟さといったことに、どのようにデザインしていくかということを考えています。でこちらはより妖精に 近いデザインで、アイデアを書いています。少しミステリアスな雰囲気といったことも考えています。でこれが最終的に完成した、デザイン画です。次に考えたテーマなんですが、無表情といったことでですね、なんか
ミステリアスで気になる存在といったことなんですね。で、こちらが無表情、ヒューマノイド側が無表情になることによって、むしろそこに、相対している人間の方から積極的な感情移入を引き出したりといったことが考えられるんじゃないかということなんですね。それから無表情だからこそ、体全体の表情といったものが引き立つのではないかというふうにも考えています。で、これが最初に書いたスケッチなんですけれども、身振りですとか手振りですね、それからまあ足の動きですとか、そういったことが、より、面白く見えてくるといったようなことも考えてデザインしています。こちらが最終的にまとめたデザイン画です。そして最後、結局たどり着いたのがですね、正統派のもうザ・ロボットといったような、テーマです。もうしっかりロボットであることを意思表示して、人間とコミュニケーションを取っていくというようなことで、考えたアイディアです。で、これが最初に書いたスケッチですね。そしてこのようなことを得て最終デザインへとまとめていきました。まとめるにあたって考えたことなんですけれども、教材としてのロボットヒューマノイドですので、メンテナンス性ですね、例えば中に入っているフレームにアクセスしやすいといったようなことはとても大切なことになります。そこで部位ごとに独立した外装のパーツをつけていくんですが、デザインとしての連続性は確保しなければいけないというふうに考えたんですね。例えばこのようなアイデアスケッチを書いたんですけれども、パーツとしてはもちろん部位ごとにバラバラなんですが、バラバラに取り外しができるということを考えているんですが、大きな流れをデザイン上作っていくということなんですね。大きな流れを作ることによって、パーツとしてはバラバラでもデザインとしてまとまりを見せると。それからその隙間の線のデザインといったことですね、隙間のデザインといったようなことにも、非常に気を使っています。それからもう一つ、教材ロボットとして壊れにくさですとかリペアビリティといったことにも気を使わなければいけないんですが、これは強度を確保しながら軽量化していくということになります。その時に、三次局面といったものを、ちゃんと対応していくと、これは最初にテーマに挙げた車的な艶やかな面といったことにもつながっていきます。そして完成したのがこちらのデザインです。それでは最後に今後の発展の可能性についてご説明させていただきたいと思います。こちらは学生さんからの提案なんですけれども、紙製外装の提案ということで、でも紙を貼り付けることによって簡単にこうロボットの見栄えを変えていくといったようなことを提案していただいています。これは例えば小さいお子さんでもできる可能性もありますし、大変興味深い提案だなというふうに考えています。私も同様のようなことを考えたんですけれども、例えばこういうあるユニット化した切れのパーツみたいなものを組み合わせて洋服を着せていくというようなことも面白いんではないかなというふうに思っています。例えばこうした、こんなようなデザインといったものが、今のロボットからはちょっと離れていく方向ですけれども、こういうロボットがいても楽しいんではないかなというふうに考えています。以上で、ヒューマノイドデザインの説明を終わらさせていただきます。